はい、どんどん行くどん、行くたどんということで、ゾルイカ46です。はい。ちょっと、チャンネル紹介の方とですね、あとは雑談の方を、撮らせていただきます。はい、BGM は、白い雲に乗ってです。はい、ですね、ちょっとぐだってますけどね。ちょっと、チャンネル紹介の方なんですけれども、こちらの方ですね、ちょっとこれもどかします。はい。ソータの、寝癖さんですね。はい。こちらですね、こちらの方はですね、SNS の LINE の方でですね、絡ませていただいた方なんですけれども、はい、ちょっと、すいません。そうですね、BLT とかもやられてて、自分も動画の、YouTube アカウントを作りたいということですね、作りますということで、作られてですね、チャンネル登録されたのでですね、ちょっとチャンネル紹介しようかなと、久しぶりに、かなり久しぶりですけどね、ホワイトバードさんの、結構過去の動画になるんですけど、ホワイトバード 0109 さんですかね、その動画の紹介してからもう、本当、7ヶ月ぐらいですかね。6ヶ月ですか、そんなにいけないですかね。結構ね、チャンネル紹介なんかしなかったんですけども、こちらの方なんですよね。BLT のね、あれとかも出してるので、多分動画も出されると思いますね。はい。チャンネル登録等など、よろしくお願いします。はい。URL をですね、説明欄に貼っておきますので、よろしくお願いしますということで。雑談の方なんですけどね。そうですね。雑談といってもですね、ほとんどね、同じような話をずっとね、言ってるんですけどね、前の動画とかと。足の話なんですけども、19日ですね。完全に荷重開始ということで、本当にね、医者の方にですね、全荷重開始日はいつですかと聞いたらですね、19と言われて、ちょっとびっくりしましたね、本当に。発売日ですね、しかも終業式ということで、本当にびっくりしましたね、はい。それとですね、イベントがですね、最近はいっぱい出てきましたね、はい。年末になってね、やっぱり出てくるとは思ってたんですけど、本当にね、9月ぐらいから全然受けてないんで、握手会とかね、イベントとかに。もう完全忘れられてますよね、本当にね。そうね、思い出させようかな、という感じで、毎回のように、サイの虎というのでね、毎回黒い T シャツ、ね、着てね、行ってますんで、はい。そういう意味も込めて、いろいろ撮れるのでね、絡みなどもありながら、5、6、2月と、全部行きますのでですね、関東圏は、はい。よろしくお願いします。はい。そうですね、あとは、1年も早いですね、本当に。ね。もう1周年やってからね、もう半年ですか。もう本当、半年、そんなんじゃないですかね。もう、4ヶ月ですかね。もう、はい。もう始まっちゃいましたからね、もう。ね。やっぱり上り坂ということでですね。やっぱり、上り坂、ずっと上り坂であってほしいですよね。はい。ね、もう、どんどん前に進んでいって、こうやってね、構わないですよね、本当にね。でもね、びっくりしたんですね、やっぱり、寒いね、ちょっと雨雲がね、出てきてたね、読売ランド、行かれた方はわかると思うんですけども、読売ランドから全然もうね、光とかね、本当に、皆さんのね、交通状況とかわからないんですけれども、ね、本当に、幕張とかでね、本当に安定して初めて、本当に良かったですね。自分は本当に読売ランドとかね、本当にもう厳しいんで、ね。はい。いろんな方いますけれどもね、はい。そうですね。もうすぐ BGM 消えますんで、ちょっと雑談聞いても面白くないと思うんで、多分ここら辺で終わりますね、はい。あと、チャンネル登録、ね、この方のチャンネル登録よろしくお願いします。あと、自分のチャンネルのですね、
チャンネル登録も、していない方がいればですね、まあ、自分 100% 返しますので、はい、よろしくお願いします。はい、以上ですね。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。